まあ、いろんな事情で短大をやめて、えー、教会の牧師に戻りたいと教会の現場で働きたいというふうに願いましたでお聞きの方もあるかもしれません同心会という人事を斡旋するネットワークがあってそこに申し出ましたそしたらその話がどういうわけか京都に飛んできてそして進学部に来いとこう言われたわけですね これは私にとってみれば、もう、晴天の霹靂というか、とんでもなくびっくりすることでありました。言うまでもなく、短大だったら、まあ、あの、ご存知だと思います。中学や高校は教育職ですね。で短大以上は、 研究職というカテゴリーにはまりますので、えー、研究職、短大ぐらいだったらまあと思っていたのが、四大の、しかも同志社の、しかも自分の母校でありますし、前期課程があり、後期課程があり、博士論文がという、そういうところに教員としてというのは、持つかという、持たないというのが、あの私の自己理解でありました。 どううしししようと春巡をしま聖し天の霹靂という言葉がありますけれども本当に迷いました苦しみましたどうしようかとで願い思いは教会の現場にというのがあったところにそういうことであったわけで私は前期課程終始しか出てませんしというわけで非常にこう研究者になるということはもう100%考えもしませんでしたあのぜひぜひ誤解しないでくださいね 腹が優秀だったとといいうことは絶対ないんですからでそんなふうな中で、えー、3番目に入ります「強いられた恵み」でこれはあの私の明治学院時代の1年生の時からですから18の時から非常に親しい友人であります神田賢治という先生がもしかしたらご存知の方もおられるかもしれません。 彼は明治学院を卒業し、青山学院を卒業し、関西学院に移り、そして関西学院で前期あ修士を終わって、そして教会の牧師となって留学をして、関西学院大学進学部の教授となった、あ私の18の時からの友人なのです。で、えー、彼に相談に行きました。どうしようと。で、神田賢治先生は、お前なあ。 それは強いられた恵みだ強いられた恵みだでその一言であの押されたというか背中を押されたということで本当に躊躇とともに戸惑いとともに進学部に来ることになりましたでその時の進学部に来ることの意味は私にとっては何かというとこの同志者の進学部が お分かりの方多いと思いますが日本キリスト教団という教会の牧師養成の役割を担っているというその側面です。で教団の認可進学校であることでこの分野については何ほどか貢献できるかもしれない。他の分野では 引っ張り上げるとか水準をどうしてもアカデミズムを上げるとかいうようなことはまあ無理だと私は能力がない無理だと分かってましたでそういう自分でありながら進学部に来るというならばこの進学部から牧師が生まれていくというそのことでもしかしたら貢献できるかもしれないというのがあの私の思いでありましたまああの お分かりの方、あるかもしれませんが、あの大学の教師というのは、研究者であること、そして教育者であること、そしてしかも専任の教員の場合は、大学全体の運営に関して、例えばまあ入試であるとか、なんとか主任であるとか、まあ、いろんな雑用を、紙含めて全、あのバランスよくこしなければならない、みんながみんな、同じように3分の1ずつできるかどうかは、別としても、その3つの側面があることは、 そんなふうな時に自分がその役割を、ま、あの十分な形で果たせるかっていうことについては全く自信がありませんでした。でまあそうでありながらこの同志社の進学部から教会の牧師が生まれていくというこの一点で関わることができるのではないか。私はその同志社に来る以前教会の牧師として洗礼を授けた。 牧師の責任として選領を授けたのはほんの三人でありました。で、えー、ということでありながら、二十年間同志社に来てからこの同志社の中で、えー、私が修士論文に関わった人は合計二十五人、五年で五十名になりました。 そのうち50名のうち全員がもちろん牧師になるわけではなく、31名が教,団のあ教会の牧師でありますで。教団の教師になった人が28名、ほかにバプテスト教会、そして在日大館の教会の牧師、その他大学や短大の教師になった人もおられます。でこういうい形で 学生が同志社の進学部で学んでいくことにお関わることができたお手伝いすることができたということは私にとって本当に妨害の幸いなことでありました博士論文に関わった人は10名でありますこういうことで、えー 私は能力があるわけではないのですけれども、こういう形で学生の皆さん方と関わることができたのは、幸いなことでした。この中に原ゼミ出身者がいるわけですがあの、聞いているはずです、何回も言ってます。原あの大学院で原ゼミに入りたいというときに、君、将来どうしたいんだ、教会の牧師になりたいんです。だったら、 聖書学やれってだったら聖書学やれもう毎週毎,毎週毎週のように説教する説教するこれ本当に大変なことでいやつまり勉強しなかった人間が教会の現場に出て説教の準備でどれほど苦しい作業をしなければならなかったのかっていうのを身をもって体験したためにその神学教会に行くんだったら 組織あの聖書学をやれ聖書学をやれっていうことを口にし続けていましたにもかかわらずというか、まあ、そういうことが分かった上で、えー、私のゼミに来て修士論文を書いていった人たちが,が今言ったような数字であり本当に学生の皆さん方に育てられたというかそういう関係が生まれたことを私は心から 感謝をしていますでそんなふうな中であのタイのスタディツアーも先ほどから言いましたように継続をしてきたのですけれどもそのタイのスタディツアーに参加した方もこの中におられますでこのタイのスタディツアーいや何なんだということをちょっとだけあのご説明を申し上げますとざっくり2週間タイに行きますいくつかのポイントがあって 1一つのポイントは、入り口がバンコクですので、バンコクにしばらく滞在した後、太平洋戦争中にあるお年を召した方々はお分かりですが、太平洋戦争中にタイとビルマの間にジャングル470キロを鉄道を通して、対面鉄道と言われるのですけれども、それはタイ側でまだ動いています、ビルマ側はもう潰してしまったんですけども。 で、その鉄道に実際に乗って、そして私も戦後の生まれですけれども、あの太平洋戦争の時代、東南アジアで日本が何をしたのかということを目の当たりに体験する、で、連合軍の兵士の墓があって、墓石が掘り込んであります、一枚一枚、ちょうどこのぐらいの、もうちょっと小さいですかね、えー、墓,に墓石にこう軍隊の旗と、そして 所属とそして階級と中位とか少尉とかという名前がはっていって28歳とか26歳とかでその一,一人一人の墓姫がそこにこう書いてあるというのを実際に行って体験をして見るという自分と重ね合わせるそれからタイのずっと北の方にチェンマイという町がありますがそのチェンマイにパヤプ大学というキリスト教主義の大学があり 100年以上の長い歴史を持つマック・ギルバリー進学部というのがあってそこの学生寮に学生を止めてもらいますで昼間は向こうの先生がタイ語と英語でご授業してくれてそして夜は学生同士寮であれやこれやべちゃ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 エンドレスでおしゃべりをしそしてある晩はカルチャル・エクスチェンジでタイの民族 衣装を着て部族の衣装を着て、えー、そしてこちら側は浴衣を着てそしてタイ語で賛美歌を練習していってご存知ないと思いますが「メーサーハイライクプライエース」これはタイ語です。ですからそうやってあの賛美歌を共に歌うということの交流をしさらにそれからずっとタイの北のビルマとの国境の山の中に ご存じないと思いますが、約今、85万人ぐらいの少数山岳民族、大国籍を持っていない、大人ではない、カレン、ラフ、リス、ヤオ、モンクという部族が、部族ごとにモザイク状況でジャングルの中に住んでいます。で、そのジャングルの中に住んでいる少数山岳民族は、なべて40%がクリスチャンです。学校に行ったこともない。 字も読めないだけどクリスチャンですでそ,そ,そういうところで農作業の邪魔をして真似事をしてそして日曜日一緒に礼拝をするう時にはわた私の友人で、えー、日本語ができるラフ族の青年がいるのでその時はその時は日本語で説教したらそのまんまラフ語に翻訳してくれて通訳してくれてっていうので、えー、あの か短く,くあの簡単に行くわけですがそうでない時は英語から、えー、とタイ語にタイ語からカレン語にみたいなことで10分10分10分でこれ30分になるみたいなでそういう中で説教をするということはバルトがどうだとか <laughs> いうような話では全く届かない世界でしかも神の言葉としての説教が託されているというこれ本当に大変な 経験を私はさせていたただきました学生と,ともにですでこういうことがあこタイのスタディーツアーなのですけどもこの短調となったのはなぜかと何かというとそして私の個人的にも非常に大きな影響を与えてくださったのが望月健一郎という先生であります。 望月健一郎先生というのはもう亡くなりましたけれども同志社の進学部を卒業しもともと早稲田出身なのですが早稲田の理工から同志社の進学部に来そして早稲田の東京の,の早稲田教会の伝道士副牧師副牧師となってアメリカのイェールに留学しイェールに留学して再び日本の早稲田教会に戻ってきた時にイェールにいた時にタイからの留学生と出会って その留学生がタイに戻ってタイに宣教師として来てほしいということで彼望月健一郎先生はタイに赴任をしましたご存知のない方もおられるかもしれませんが日本から日本キリスト教団からアジアに最初に宣教師で出かけていったのは水牛の神学で有名な「バッファロー・セオロジー」ですね、えー、という本を書いた先生が第一代で 第2代その先生がシンガポールのトリニティに移ったので後任として望月健一郎先生の名前が出てということで彼は合計10年間タイの進学部で働きそして神学あの日本人でありながら学部長を経験されましたでこれは言ってみないとわからないと思うんですけどもタイで聖あの宣教師白人っていったときにその後ろにあるのは 巨大なお金であってうまく宣教師に取り付くことができれば例えば車が3台いるであるとか新しい校舎の建物がいるとかうまくうまくいけば宣教師の後ろにお金がうなっていてというそういう構造が今は随分変わったようですけどもありました。でそういう時に日本キリスト教団から送られた宣教師はお金なんか何にもないですから。 望月先生はあの「タイ語も勉強しなければならない」というのでそういうアジア人日本人である望月健一郎先生はタイの教会にタイの学生に徹底的に使える教えてやる俺の後ろにはお金があるというそういうパターンではない生き方をタイの中で徹底してなされたんですね。 でそういう先生が日本に戻ってきておられてそして私はその望月先生のアドバイスでもってあそこに行けあそこに行きあそこに行きなさいってあってそして私はタイに何にも知らないで行ってそしてあの望月先生の私は後輩なんですよああそうですかそうですか望月先生は私の進学校の恩師でしたということで私は断着陸でファーッと受け入れてもらえたついでに申しますと あのタイ人はモーチーズキっていうのは発音できないんですね。非常に難しいんです。ですのでタイの中では先生のことをアチャンって言います。であのアチャンっていうのは京都のあのアジアリモチと同じアジアリから来るんですけども先生。で、えー、タイではアチャンモー、アチャンモーの弟子たちがタイの教会のあるいは神学部の あの重要なところにみんな望月先生が関わったその後輩だっていうので私もこう幅広くこうスーッと中に入ってきて私はタイでは「あのアチャンハラーって言うの「ハラじゃなくて「ハラーこれはタイ語のイントネーションなんですね。ペプシコーラもペ,あのペププシシココーーララも コ,カコーラーと上がるんですけども、私はあちゃん、はラらーと。ということで、30年も生き続けましたので、タイのある一部では、ちょっと有名人でした、同社で有名人ではないんですけども、まあ、そういうふうな人間関係ができていくのも、結局は望月先生のガイドに乗って動いていったことによって受け入れられていったという、そういうことでありました。 でこのことはその、そして与えられたものというところにも入っていきますけれども、生きた現実に、その先ほど言いました、神学ということについての、これ極めてストレートな、批判的な問いに対して、私はどうこれに対して答えたらいいのかという、その問いに対する私なりの模索でありました。 今の言葉で言うと動ーセオロジー進学するという言葉がその頃はなかったのですがその後になってそういう言葉が今使われるようになりましたで。こういうことで私は学生の皆さん方に対して教えるということはほとんどできない。能力がない知識がないでそういうことではなくて学生に,に にととととって手伝うといういことが私のテーマとなりましたたまたまでありますけども今タイのことを申し上げましたそのようなことあるいはその以外にも沖縄や韓国などにもできる限り学部のゼミ旅行であるいは大学院のゼミ旅行でということで現場に 連れて行く現場に一緒に行くということを努めてまいりました来月もここにも来ておられますが来月も最後となりますが沖縄の沖縄にゼミ旅行に出かけますで、これは私が教えるのではなく例えば沖縄であるならば沖縄の現実の中で平和のいここでもうごちゃごちゃ言いません平和の石地というその石地の 死んだ人の名前が全部書かれており沖縄の人そして日本の兵隊そして米軍のそして、えー、イギリスの兵隊のそして台湾人そして